ハコベとは、ナデシコカハコベ属の植物。ハコベは、一般には、小コベと緑コベを総称している。単にハコベというときは、小コベのことを指す場合もある。小コベは越年層。別名、ハラ、アサシ白ゲなどとも呼ばれる。なお、ハコベ類の分類には、混乱が指摘されているほか、ステラリアメディアビルと S、ネグレクタ・ウィーの2種に対応する和名が、 箱部と、緑箱部とするものと小箱部と、緑箱部とするものがあるなど問題が指摘されている。箱部らとして、春の七草の一つになっている。名の由来は、日本最古の本草書、本草和名に、並くべらとして登場しており、これが点火したものと考えられているが、箱部らの語源についてはわかっていない。市販されている七草は一般に小箱部である。 小箱部が日本に入ってきたのは明治時代と言われている。2000年に小箱部は、喫化植物とする研究者の見解が地方紙に出されるなど、生産農家に混乱が広がったが、小箱部が江戸時代以前に生育していた可能性も指摘されている。緑箱部はもともと日本に生育していた種とされ、春の七草は緑箱部とする文献もある。池垣の脇、道端。 畑などに自生し、春に茎の先や溶液に白いご花弁を開くが、花弁の先が二つに深く切れ込んでいるため十弁に見える。前奏に葉緑草を含み、昔から食用植物として知られ、春の若い茎葉を茹でて、おひたしなどにして食べたり、小鳥の餌としても馴染みがある。全体に緑色の緑箱辺と茎が暗視色を帯びて、小型の小箱辺ともに、 薬用植物としても知られ、火器の形容を干し上げたものは、小薬となり、箱べらと称している。箱べらを粉末にして、同量の塩と混ぜたものは、箱べ塩といい、思想の老坊子に役立つ、歯磨き粉代わりに利用された。ここでは、主に箱べ属について記す。高さ10センチメートルから20センチメートルの背の低い、双本で、一年草、越年草または、 年茎は、株状になるか一元立ちになり、よく枝分かれして密集した群落を作る。茎には、節があり、節ごとに葉を耐性する。葉は扁平で、茎の株に傭兵があるものとないものがある。花は、週産カ所か、茎先や溶液に耐成する。学編は5個。花弁は、白色で5弁であるが、 ウサギの耳のように根元近くまで深く二列するものがあるため一見では十分に見える。稀に花びらが退化してないものもある。湯水は普通10個。花中は普通3個。果実は果てで普通6列する。世界に約120種あり、日本には約18種ある。牛運べ沢運べシコタン運べ運べ,べは、 身近な柔らかい雑草の代表として、多少似たところのある類縁のない植物の名としても、使われている。以下のような例がある。ABCNPO 法人自然観察大学、子供と一緒に見つける草花散歩図鑑、長岡書店、2019年、21ページ。ABCDEFGH 田中千九 1995P102ABCDE 近田文広監修。 亀田隆吉、有沢茂雄著二千十、シ百八十四、2010、P184、ABC ・ミューラル A1、小箱部と緑箱部の比較生態学的研究。京都大学、2019年9月23日閲覧。ABC ・カ山温室植物園。30、緑箱部。2019年9月23日閲覧。岸山中座ブロウ2014、P46、久志博信。 三野草の名前線がよくわかる、図鑑主婦と生活者、2010年、16ページ、ISBN 978から4から 391138498ABCD 近田文博監修、亀田隆吉、有沢茂雄著2010、P185、ありがとうございます。